まあ、気が締まってくるんでしょうね。さて、俺はこれで陣形完成なんで、次、滑空がここになんか出てきて、飛車を睨むみたいな、そういうのなくしたいんで、まずは5筋からいきましょう。あなたが後手です。よろしくお願いします。対局開始。いらっしゃい、マサです。今日もね、初心者の方、級位者の方にも分かりやすく居飛車を実況していこうと思いますので、ぜひね、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、相手の方がなんかおそらく矢倉っぽい、ここ角で受けてきたら、まあなんかその雁木系か、まあ振り飛車かって感じなんですけど、これはさすがに矢倉っぽい感じがする。ということで、俺も矢倉でいきましょうか。米長琉球戦矢倉とかやっていきたいなと思ってるんですけど、まあ、金上がってがっつりいきましょう。がっちりいっといて。どうしよう。まあ、5筋はついといて、角は引いて使うよっていう、まあ、宣言しておきましょうか。で、金上がっといて、これ、桂馬跳んでくるってこと？まあ、角引いて使うんじゃなくて、本当はね、銀上がっていくんで、まあまあまあ。角引いたときに、いや、これ、行って寄っときたいな。まあまあまあ、これ、早囲いとか来るんだったら、もう許しませんよって仕掛けていくしかないね。それは歩ついといて、ここはね、最後まで、ちょっと、おー、なるほど、早囲いですね。となると、行って、次の一手。次の一手が注目の一手って感じかな。まあ玉上がってきて、交換させたくないんで、まあ銀上がっときますか。で桂跳ねといて、まあ端もついて、で銀上がって、まあ金が締まってくるんでしょうね。さて、俺はこれで陣形完成なんで、次、滑空がここになんか出てきて、飛車を睨むみたいな、そういうのなくしたいんで、まずは5筋からいきましょう。で、4筋ついて、まあ、桂馬跳ねれるようにしてって感じですね。まあ、これは取っとかないかんくて。で、それは一旦歩で、まあ、さすがにね、玉の頭は守っときましょう。ほう。これどうすんかな。取られて取って歩打って戻さして銀上がって支えておくんかな。で銀出て銀出てみたいな感じで、ここにぶち込んでいく手を見せたいのかな。これ例えばこういったら角こっち引くじゃん。どうしよっか。どうしようかね。どうするんがいいんかね。例えば歩取って同銀はさすがにここが厚みますから、銀出ていきたいんよね。銀出ていってみたいな方がいいのか。非常に悩ましい。銀出て下がって歩取り込んで同銀、銀出ます、銀出ます、角引きます、歩突きの前にこっち入れといて同歩、歩ついて同銀、同銀、角が切ったら、まあこっち行くよねって感じで、どうなんやろ、切り合いでどうかな。まあこれ一旦行くよね、行くのが正解だと思うんだが、まあそうなりますよね。でこっちと行って、例えば銀なら中央が弱くなるよっていうことですね。でこれついたら、おお、マジそれ、どうしようこれ。こう言って、こう言って、こう言ってっていう手がある？こう言って、こう言って、ふーい、走っといて、ふー打たせて、こうやっ
といて角で王手になるやん。でここに打つのかな。いやー、まあでもこうかな。ちょっと切り合ってみるならこうじゃない。マジでそれここまでやらしてくれるん。銀打つってこと。マジっすか。あーでここに馬ができる方が大きいんじゃないっていう話なのかね。いやーどうなんすか。いやーどうなんすか。俺角切っていい。ちょっと切っちゃおうか。呼んでないけど切っちゃおうか。同金か。あー同金ね。でこれ結局桂馬取りが残ってるでしょっていう感じなんですけど、まあこうなるとさすがにきついか。きついのか。どうなんでしょうね。銀引っ掛けてもな、銀引っ掛けてもな、しゃあないよな多分な。いやこれはちょっとさっぱりしちゃった感あるな。なるほどね。そうっすねー。か歩で支えて桂馬跳ねれるようにしとくかみたいな。なんか変な手ですけどね。打ってったのに、まあ継ぎ歩とかはしゃあないかな。継ぎ歩歩って歩歩って歩歩垂らすみたいな。歩をここまで釣り上げといて、継ぎ歩と垂れ歩ありそうだね。一応駒得ドックはしてるんですよね。これは一旦桂跳ねるか。いやこっちの金を狙う方が先か。飛ぶのが5分、飛ぶのが得か、どっちが得か。まあ一回ジャンプじゃない、一回ジャンプじゃないと思うんやけど、と金ができるのはなんか問題ある。と金ができることよりも中央に使っていける方が大きいんじゃないかなっていう、なんかね思ったりするんですけど、まあ、と金は許してジャンプさせてもらいましょう。ほー、例えばこれ銀ここに打つと次金打ちみたいな感じどうなんっていう。銀か金か、どこに打つのがいいかね。金かな。1枚2枚3枚切ってるね。金打って銀打ちはさすがにいいと思うよね。金打って桂やろ。銀桂桂桂桂桂、そうね、剥がす手があるからここに金あるかもな。ここに金あるかも。でここの歩打ちを防ぎつつみたいなね。まあ香車取られてもまあ玉から離れていってくれるし、まあ香車は守りに使うならこの辺に打つんかなって感じなんですけど、まあ銀引っ掛けとくかな。銀引っ掛けといて取って同玉、もう一回銀打っての詰み狙うか。ここ銀引っ掛けましょうか。それを防ぐなら角とか打ってくるか、なんか銀引いて飛車の横利き通すかみたいな。まあでも何にせよ銀引っ掛けるか。引いても引いて銀引っ掛けて同飛車同金、そうね、銀引っ掛けて同飛車同金同玉の時に飛車やろ。こっち飛車があるんですよ。飛車銀があるか。でこれは飛車の利きが邪魔なんで一回ここに歩打つかな。歩打って銀で取らせて銀引っ掛けて同銀同金みたいな。金打たれるんだよね。どっちが得かな。まあでも陣形的に多分飛車もらった方が得だと思うんで、腹銀打っときましょうか。まあ飛車で取ってくるんでしょうね、おそらく。飛車で取ってくるか避けるか。避けたらさすがにやと思うよね。避けたらさすがにやと思うんで、まあ、飛車で清算して、ここに玉、桂馬、どこに飛車を打つかって感じなんですけど、ここに飛車？玉、ここやろ？
まあ取ってきますよね。それはしゃあない。で、この銀が一応角と連携してるんですよね。3分。ということで、この角をあなた邪魔です、どいてくださいというふうに桂馬ジャンプしとくか。桂馬ジャンプしといて5五角で刺して、まあ相手の、まあ、角がこれ銀に引いてるのが邪魔なんで、こんな感じでどうっすか。まあ、歩叩く可能性もあるね。うんうん、それはね、読んでました。で、ここかな。まあ、ここでしょうね。で、まあ、守られたら下がっといてみたいな。切ってきたらまあ、取っといて。これ、竜入ったら大きいでしょうっていう。それはね、取らせるのがいいのかな。切る？切った方がいい？銀だけ決めとく？銀だけ決めといて、2分30秒。こっちなら切って銀、あ、ダメやなこれ。切って銀、ダメやな飛車。これ取られた時に鬱陶しいかなっていうのがあって、一回避けとくか。一回避けときますか。ここにぶち込みとか、まあここにぶち込み、そうね、それもね、一回避けとこうかなと思いまして、取って取って取って生産よりは多分ね、避けとく方がいいと思うんですよね。と金がそっぽでしょっていう。あ、大手飛車あるけど、まあここは一旦角、飛車、まあそうね、それはこっち寄っといて、取ってきてもまあ中央に逃げ出そうかなみたいな感じでどうかなっていう。それどうなんだろうな。まあでもこれは一旦受けないかんよね。まあこうですよね。まあ取って。切ってくるかな。切ってきそうかな。なんか切ってきてもおかしくないね。さあどうなんでしょうか。強者はさすがいないな。この角生かすなら飛車打って助けてくるかな。これ飛車打ってみたいな。いや、それは一旦こっちかな。上がったら切ってこういって、金金か、金ですか。いやー、これさすがにこっちかな。いやー、いかんな、これ。これ上がった方がいいな、これ。銀、銀打ったら、切って同玉にここに打ってみたいな感じで、なんかボロボロ取られそうだったの嫌なんですよね。まあでも、これはこれで危ないか。取って取って、金打って取って取って取ってみたいな。角、切って切って、取って取って。いや、それはねー、それはですね、上がるかな。でそれをどうやって受けるかなんだけど、そうか、ここか。いやでもこれはこうじゃないか。これで角の脅威が減ったんで、まあなってきても上逃げといてって感じかな。金金の連結ができたんで、これはありがたいかな。これどっち取るのがいい。これ取る、うん、相手の攻めも考えときたいね。銀打って銀打って銀打って、こっちなら銀打ちからなんか詰みそう。銀打ってこっちなら、いや、それは上逃げといてどうっていう話やったんよね。ここ取ったら同玉かな。こっちなら同金でもう一回当たりやで。あー、なるほどね。角ここに引いとんか。あの、一回銀決めるか。一回銀決めますか。あ、ここ聞いとんか。いや、わからんけど、わからんけど、こうやっていくんじゃね。で、決めといて、飛車は、これ、守備に効かしときたくて、こっちの竜取る方がいいんじゃないかなと思ったりもするんやけど、難しいな。いや、これ、一旦銀取ろう。取って、なんか、金とか打ってきたら、取って取って清算して、って感じでどうかな。飛車やろ。いや、どうだろう、これ。いや、わかんねえ。わかんねえけど。
ここに効いとんやね、角が。瞬間。どうだろう、これ風なら避けるか。いや、避けれんのか。風なら取るしかないんか。風なら取るしかないよね。取るしかないよね。となると、風なら取るしかない。取って同角で同玉、角って寄って、まあそれは取るしかなくて、で実はこっち剥がした方がいい説とかない？こっち剥がした方がいい説ない？なんか飛車から詰んでませんかみたいな。いやー難しいっすね。本当はこっち取りたくなるけど、でもね、これ取ったらなんか金とかからさ、金から詰むんじゃなかった？金打って、こっち行っても、いやー、金打って、こっち下ならアウトやったから。いやー、むず。もう一回これ飛車打ちがあります。飛車打って。いやー、これは？いや、わからん。時間ないけど、でも取ったらアウトやった。取ったらアウトやったから。いや、それは金打って下がって桂があるってこと？いや、それは下がるよ。あー、下がるじゃん、上がるよ。さあ、タッチダウンがもうすぐ、タッチダウンが迫ってます。タッチダウンが迫ってます。いや、時間がないんだよね。30秒なんだよな。飛車打って詰むの、これ。飛車打って、それは取りたい。はあ、なるほどね。それは一旦上がっといて。軽く歩とか捨てとくんやったかな。わからんけど。飛車乗ってきたら、これは歩とかで守っとくか。それは歩かな。いやー、これ総力詰め将棋みたいになったけど、いや、っていうかとりあえず詰むかな。相手角から詰むかな。これ角打って取ったら飛車でアウトやろ。取ったら飛車でアウトやから、角飛車で寄るやん。角寄るで飛車合駒する。いやー、それ角から詰むんじゃないかな。どうなんだろう。よく読んでないんですけど、角取れないことは確かで。ありました。ちょっとドキッとしました。はい、いかがだったでしょうか。今回ね、米長流急戦矢ぐらいやってきたんですけど、ちょっとね、ワンポイント感想戦でやっていこうと思います。はい、感想戦やっていきます。今回ね、米長流急戦矢ぐら対、まあ、矢ぐらの戦いだったんですけども、まあね、36手からまあ角道を閉じるように仕掛けていきまして、でここまではまあ一直線かなと思います。でこっからなんですよね。まあ、8六突き捨てまでは、まあ、良かったみたいで。で、8五歩って合わせる手がいいみたいですね。で、これを、もし仮に、最前手で尽くすならば、まあ、7九玉とかね、歩とか打ったりして、っていうのが多分最善なんでしょうね。で、取って、まあ、相手としては角道をね、自分から開けるというよりは、俺の手番で開けに来るのがいいみたいで、ここでまあ7三角成させといて、まあ飛車一回引かせてから、まあ銀取りに行くと。で、銀で弾いて4四角。で、6四歩。まあこれね、上がったら取られるんで、まあかといってこっち行くのもね、飛車と銀の両取りになっちゃうんで、これはまあ取れないよね、みたいな。いい叩きだよねっていうところで、まあ8六受からんので、攻めに行きますと。で、取られたので、歩を取られたので、歩が打てるよねという意味で、こうやって飛車の道を閉じてきたと。で、8七銀とか打ったりして、金で清算して、叩いて、みたいな、こういう感じで進む進行があるみたいです。じゃあ気になるのは、戻って次歩に対して取っちゃったらどうすんので、もし仮にこの次歩を取っちゃったら、後々に飛車が走れるようになるみたいですね。まあ
味付けしとくだけしといて、まあ金を攻めていく形にして似たような進行になるんですけど、ここで飛車を見捨てて金を打つと、これすごいよね。金で多分飛車取ったら金で清算してもう一回金ベチャって打って、なんかこの地点に殺到していくっていう感じなのかな。まあちょっと後でやってみましょう。でこれ金打って、最善としてはまあ金取ってきて、でもう一回打ち込んで、で飛車走ってみたいな感じでいくみたいですね。こうやって攻めていくみたいです。で気になるのが飛車取られる変化ですよね。普通はなんか飛車取りたくなるよね。6七金飛車取ったら多分これはアウトなんでしょうな。ガクってくるでしょうね。7八金、まあ同玉やろうね。同玉で金打って、下に下がるようやとここの地点突破されちゃうんで、これは辛いよね。でこっち行って歩なりならず、これで上から押さえちゃおうってことか。で一応6一引きとかって反撃してくるけど、そこ歩が効くんだよな。これ一歩が硬いよねこれ。でまあ相手の方はここの銀をいじっちゃうと、例えばいじっちゃうと角成るから詰むのかな。うんですよね、角成るから詰んじゃうよね。横なら銀から押し潰せばいいやろ、上から。かといってこっちは桂打ちからかな。桂打って上上がったら銀で詰みやろ。で桂打って下がっても結局銀打ちまでの詰みか、銀打ちか金寄っていくかの詰みかな。まあ、だから触れないんですよね。なるほど。まあ序盤ね、そういう変化があったみたいです。これはちょっと覚えておきたいね。はい。で、85手目から相手側に勝ちがあったみたいです。あぶねー。まあ、5三歩がやられたよね。で、同玉しかなかったよね。これ例えば金で取っちゃうと、まあ角入ってきてアウトなんで、かといってこっちも、んどうだこれ。こっちも角切って同玉に金打ってみたいな感じで嫌なのかな。こっちはどうなんだこれ。こっちはどうなんだこれ。まあでもなんか危ないよね。ああ、そっか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 。金打ちから、あ、ここも詰まってるしね。金って、尻金からでブラブラっていったらこれ詰みなんですね。こっちには行けないから戻ってくるけど飛車成りまでってことか。それはダメですね。ダメなんで、まあやっぱ取るしかないと。で、飛車成ってきて、これでどうなんとか言って寄ったけど、なんと4四金打ちっていうのがあるみたいですね。これで取れないじゃん。さ、逃げれないじゃん。だから取るしかなくて。でよ、ここで鳴ると、なんとこれ馬がここまで引いてくるんですよね。まあ寄るしかない、寄るか上がるしかないんですけど、寄っといて、まあ馬がここ行ったら詰みと。いや、これはちょっと鮮やかすぎ。この金でね、退路封鎖するっていうのが鮮やかですよね。まあ、という風な負け筋がありましたよと。で、ここでもやっぱり金打ちがあったみたいですね。金打ちに上がるしかないよね。で、切ってきてみたいな感じか。まあ、でも相手の勝ちですよね、これは。相手の勝ちだったみたいですね。なるほど。で、逆ったんだ、ここで。いや、この辺ね、なんか初段レベルやったらこう、シーソーゲームありますよね。面白いところです。で、5一金外した手が最善やったみたいで。まあ、相手の方もちょっと焦って攻めてきたんですけど、まあ、これは取ったら馬が入ってきてアウトなんで、まあ、避けるしかなくて、避けながらというか、逃げながら角を取るしかなくて、で、これ上がっていってって感じですよね。上がってってって感じですよね。うん。で、最後に関しては、取ったら、まあ、銀打ちから、なんかバラバラっとして詰みかな、みたいな感じですよね。これで取っといて、下がったら、ま、アウトなんで、これで、銀打って、まあ、どこに避けても、まあ、金打ちまでの詰みってことですね。
なので、取れないと。避けるしかないんだけど、まあ、銀が2枚あるし、飛車もあるんで、まあ、清算しといて、勝ちかなっていう感じでした。例えば、これをここに打っといて、まあ、合駒請求しといて、飛車からバラバラっとしといて、で、飛車なっといて、同金、同角なるみたいな感じで、これで取って、また下に落とす手があって、9八玉とか、下に落とす手じゃダメなのか、もっと分かりやすい手ある ?8 七銀とかの方がいいのか。なるほどね。取らせて、ここに銀打った方が早いと。まあ、かといって、こっち行く手に関しても、まあ結局こういう風になりまして、これがあるんか。うまいっすね。で、7八玉に、7七金打つ。1、2、3枚がここに効いてて、同桂しかないけど、同桂なる。で、こっち側は俺の玉が守ってるから詰みですよと。いや、もっと簡単なのもあるやろけどね。まあ、何にせよこれなんか詰みですよね。詰みですよね。9七銀から9手もあるんか。銀打ちます、桂飛びます、飛車。まあ、退路封鎖消しといて、飛車打って清算して。7七銀。あ、そっか。桂馬が効いてないから、ここに銀打てるんか。で、銀打ち、銀は捨てて、銀捨てる飛車、だから銀金で、銀金の形、玉桂の形やから、こっから銀金で詰みなのか。なるほどね。で、かといって、これ金で取る手に出ました飛車があるから、まあまあ、これから簡単なんですね。まあ、桂馬飛ばしといて、桂の利きをここから反らすと。で、金を手に入れて、ほんで、まあ、銀打って、桂と銀の連結で、まあ、どこに逃げても、まあ、金打ちまでですよっていうことですね。なるほど。いやー、これね、まあ、多分、積んだろうなっていう、多分積んだやろうな、みたいなのが見えたんですけど、まあ、正確には読み切ってなかったんでね、その読み切れるようになれば、まあ、よかったかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回ね、米長琉球戦矢倉対矢倉の戦いだったんですけども、ぜひね、次回以降も、まあ、楽しみに、正直、次回以降も、ぜひ、楽しみにしていてもらえると嬉しいです。ということで、グッドボタンとね、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。ということで、今回もお疲れ様でした。お会いしましょう。